手手持ちののカカーード、相手のカード相ねあの、あると思いますよ。やっぱり自分のカードで2ペアしかなくても隣の人のカードがもし借りてこれるんだったらフルハウスになったりもしますんでまあここで言うのは、まあ、集客力商品力販売力っていうふうに3つに分けるとしたら自分は商品は作れるんだけどもでも集客力がないんだよね っていう方は、集客力を常につけている、毎日ね、放送している人と組むっていうことがありますよね。それが案件だったりとか、ジョイントだったりっていうことがあると思います。あとはランディングページは専門で作る人がいらっしゃったりとかするんで、あの、成立に強い人、成立に特化した人にお願いするってことになるのかなと思うんですよ。まあ、だから、あの、 三人いたら何でもできるんじゃないですかね。三人いれば文字の知恵って昔から言いますけども、商品作るのが上手で商品いっぱい作れるよって人と、集客をするためにいつもインフルエンスしてるよって人と、あと成立のために自分はランディングページとかキャッチコピーが優れてるよとかね。そういう人が三人集まったら、どんなプロジェクトもやっていけるかなっていうのまあそれがベンチャーだと思うんですけどね。で、これをもっともっと削ぎ落とすと、一人で商品も作れるし、一人で集客もできるし、一人でも販売でもできるよっていうふうな、一人で稼ぐっていうふうなあの、最新のインターネット 使った商売が成立すするのかなと思うんですよでそうなると手持ちのカードを3枚やりますんでもうどうにもできるとでも手持ちのカードが1枚しかなくて商品のカードしかなかったら他のカードを持ってる人を探しに行ってねで一緒にやるっていう方法はすごく有効だと思いますよねだから今はすごくいいですよね、うん、だからそれぞれの得意面を持ち合って一つのプロジェクトができるわけですからほんでそのプロジェクトが終わったらまた元通りの自分たちの子に戻れるっていうことなんで必要な時だけ、えー、そういうタッグを組んでね 会社っていいうのはあれじゃないですか誰かがあの代表者になって雇わないといけないからパフォーマンスを落ちますよだって一生懸命商品作んなくても給料もらえる一生懸命セールしなくても給料もらえる一生懸命集客しなくても責任取られることなく給料もらえるから誰か頑張るんですかって話になっちゃいますからね、うん、だから能力のある人が能力のある人においでおいでしていいよいいよってやってもう本当にいいジョイントができると思いますよね、はいえー カモカード、カードを組み合わせていきましょう。ってことですか？3人よれば文字の知恵でございます。お疲れ様です。